たこの季節だしたな。ん？何の季節や？階段の季節や。え？稲川コテージの季節や。聞きたいやろ。これは先日私が体験した話なんですがね、飼い主が小手順次散歩行くでというもんで、しょうがないな、飼い主を散歩に連れて行くかということでレッドカートを押させたんだ。すると、しばらくして飼い主が、喉が渇いた、なんていうもんでね、私はてっきり山に水を汲みに行くもんかと思ったんですが、どうしたことか、山とは反対の方に歩いていくんだ。そしたら何やら真っ赤な箱が見えてきて、スーッと飼い主はそっちに引き寄せられていくんだな。やだな、やだな、怖いな、怖いな、と思ってると、その箱の前にピタッと立ち止まったんだな。そしたら、ガチャンという音とともに何かが出てきたわけだ。なんだろうなーと思って見てみると、イロハスと確かそう書かれてるものが出てきたんだな。あれは間違いなく、霊ですね。それは間違いなく、農協の前の自動販売機ね。そんなん自動販売機なんて知らんもん。初めて見たんやから、ねえやと思ったんやもん。